やっちゃい。どうも、ハギです。いよいよ来たね、TS の季節が。もうタイムスリップ1弾はもう終わっちゃってんねんけど、これから2、3、4、5、6弾ってあるからさ、もうここからもうタイムスリップ祭りなんよ。で、そんな中、今日の動画はね、もうガチで撮ります。もう今日はふざけなしでガチでいくよ。で、今日の動画はね、これから出てくると思われるタイムスリップの選手で、俺がおすすめする選手をね、ちょっと紹介していきたいなって。もうほんでみんなにぜひ撮ってほしい。もう、使えよなって感じ。もう、渋らず行こうぜっていう選手をな、紹介していきたいと思うから。じゃあ今日はその1本目ということでやっていきましょうか。で、今日紹介する選手はね、もうサムネとか最初の見てくれたらわかると思うねんけど、こいつや。そう、ガッツめー。そう、ガッツこと小笠原道博。もう、こいつをね、みんなに紹介したい。ね、こいつマジで強いんだわ。マジで強い。で、まだ今年もタイムスリップ来る可能性大。もしかしたらもう来てるかもしらんね。もう、みんなが見る頃には。いや、これはね、絶対獲得してほしいよね。で、まずね、もう見てくれたらわかると思うねんけど、弾道パワーヒッターのミート87。はい、化け物。はい、パワー83。まあまあまあ、まず並大抵のやつは打てるな、みたいな感じよね。で、これ、守備が、ファーストサードできて、も特殊能力やな、問題が。超パワーヒッター、広角打法、チャンス、はい、弱いわけがない。弱いわけがない。でね、これね、俺スピ解放してるんよ。スピリッツ解放してて、実際俺は、去年のね、スピちゃん、本戦、中部近畿本の本戦に出た時に、オーダーに入れてました。もうマジで強かったから。で、今回はちょっとタイムスリップ出るかもしれないってことでね、まだスピ解放はしてないねんけど、おそらくね、ガッツがハムバージョンと巨人バージョンあるやん。で、どっち、なんか巨人の方が来るとか言われてるけど、まあ、どっち来ても一緒。まあ、ハムの方が強いねんけど、もう巨人でもいいわ。とりあえずガッツが強い。で、これね、実はこれね、特殊とかいう、なんか機能を使ったら、サードが B にできるっていうところもすごい魅力的かな。これはほんまに。で、やっぱね、フォームがね、ちょっとこいつは、はじめは厄介。クソ厄介は。邪魔なんよ、バットが。でも、なんかやっていくうちにね、それが逆にハマってたりするから。もうちょっとね、ここで喋りすぎてもわからんと思うから、とりあえずね、100分は一見にしかず、ちょ、見てくれや、ということで。じゃあ、早速ランク戦の方行っていくか。よいしょ、じゃあマッチングしたからな。もう早速、もうガッツの魅力を伝えていくわ。とりあえず、まず打ちやすいんよね。あんまりね、人によって打ちにくいとか言う人もたまに見かけんねんけど、んなことはありえへん。絶対打ちやすいから。ということでね、とりあえずね、ガッツ以外はまあまあ、ところどころ端取りながら行きたいなっていうふうに思います。じゃあガッツよね、今3番に置いてるから、そこまでパッと回していこう。ニブラヒモビッチ。俺応援歌つけてないな。ちょ、応援歌つけるわ。ちょ、ミスった、ミスった、ミスった。ちょ、応援歌つけさせて。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。緊急事態発生やわ。オッケー、これでいける。ゴーガッツ見てくれ。もう一振りで決めるからね、ガッツは。もう軽ぶったけど。はいはいはい。これマジで打ちやすいから。もうホームランまで3、2の1の、はい、みたいな。まあ今のは見んといてくれや。見んといてくれや。まあまあ、まあ何でも打ってたらそれはあかんでしょ。何でも打ちまくったらちょっとな、チートと思われるからね、まあところどころ三振もまあ意図的にしつつ、ホームランは後で勝ち込んでいこうっていうことですわ。ちょ、もう飛ばすか、もう結構ショック。はいやー。あーら、よっと。スピちゃん、マンティス。マンティスおっちっち。いやもうピッチングはもうちょっパッパパッパいくよ。でもできるだけね、ちょっとサードに置いてるから、まあサードに打たしていくか。サードに打たすっていうのはやっぱね、投球術のね、うまさっていうのがね、大事になってくるからね。ここで意図的にサードに打たすことができれば、まあ俺はちょっとね、うまいと。そういうことだよね、ガッツ。
でこれができるからね、やっぱこれが真の配球もさ、もうしっかりと打たす場所までできるからね。よしよしよし、終わったもんだ。じゃあ次の試合行こう。よっしゃ、今回こそ打つぞ。マジで今回こそ打つ。頼むぜ、マジでガッツ。で、みんなマジでフォロースルー見てほしいよね。あのね、フォロースルー決まった時の気持ちよさを一緒にね、分かち合いたい。だからもうガッツまではね、もう飛ばしてポッポッポっていくで。せいニブラヒモビッチ来たぜ、ガッツ。見せてやる。マジで見といてくれ。決めるよ、ライトスタンド勝ち込ませてもらおう。うわー、いいカーブだ。でもガッツは選球眼もあるからな。はいはいはい。はいはいはい。フォアボールはないやんな。決めるよ、ガッツで。ガッツ！くっそ、こいつめ！タイミング外しやがった。もう飛ばす。なんちゃん。タブスさん。よいしょー。おっちいっちいちょ、ガッツ出番ないやんけ。もう次の試合。この試合で決めようぜ。さあ、行くぞ。モサ・ヨシオ、ニブラヒモビッチ。この2者連続の後のガッツ。さあ、決めてくれ。これ、広角打法もあるからね。これ、流しも飛ぶってところを見したい。ガッツ。よーし。これ、入れに来るからね、次。もう絶対狙うよ。くっそ、てれ、マジで。なんで、ガッツだけ、打たれへんねん。いや、もう何があってもこの試合で終わるよ。もう行くからね。モサ・ヨシオ？来たよ、ガッツで決めるよ。ここで決める。広角打法も出てるからね。よし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 。はいはいはい。あ、ちょっと待って、フォアボールだけやめろよ。フォアボールだけやめろよ、お前。おい、この野郎、マジで。何してくれとんねん。マジの泣きの一回な。ほんまに泣きの一回やからな。マジ頼むで。モサ・ヨシオ？ニブラヒモビッチ！ガッツ決めよう。マジ東京ドームガチちっこいからあるよ。ここで決める。もうこれで無理やったらもう諦めるわ。これで無理やったら諦める。くっそマジか。これ追い込まれてからが勝負よね、やっぱり。ノリしか勝たん。